1、2、3、4、5、6。はい、お願いします。今日は10秒でやっていきたいと思います。10秒将棋ですね。どうしてかっていうと、対局後におじいさんが詳細分析をしてくれるみたいなんで、三間飛車ちょっとやっぱり3分切れ負けだと、期間切れ負けとかしてね、不完全燃焼を起こすことが多いので、やっぱり10秒将棋で切れ負けしない状況で指しておじいさんに感想を伺うと、おじいさまに忙しいところ恐縮ですが、私の今指した将棋なんですが、ぜひおじいさまの、おじいさまのご意見を伺えないでしょうかってね。やっぱりそのおじいさまの解析をしてもらうために、畳の囲い3分切れ負け将棋ではちょっと失礼というかね、そんないい加減な将棋坊主でおじいさまの、あ、それはねつきますね。しかしこれ4五歩とつくとダメなのかな。4、5、6、これ同歩は同桂でね、ふんどしなんですけど、あー、そうなんだ。3、4、5、まあ取り組む。これね、どうすんのかな。3、4、5、6、7。これ4五歩と打ってみたいけど、しかし引かれて意外と、あ、そうか。3、やべ、4、やべ、やべ、やべべ、やべ、あー、いや、止めよう。これじゃあ、ついた意味ないんですよね。ついた意味ないんだけど、ここに行かれてしまうとね、やば。2、3、4、5、6。まあ、9五角と出られる手をちょっと抑制したというか、これは飛車回るな。これで多分相手は角道を、あ、でも6二歩はあるのかな。あ、ぶつけですか。2、3、4、5、6、7。これ取っちゃってもいいんじゃないかな。9、1、2、3、4、5、6、7。これ普通に打ってさ、ダメですか。これ6、1、飛車、8、9。いや、わからないけど、角取りにして角逃げて桂馬取って香車も拾って4五香とかね。1、ああ、桂馬が飛車打ちですか。3、4、5、6。まあ性格的にこれは桂馬をとりあえず、ああ、しょしょしょ、え、なんでこれがノンタイムで出てくるのかな、手が。4、5、6、7、8、9。わからん。まあ取ってもよかったかもしれないけど、あー、取り込みか。2、3、取り込みはなるか。5、桂馬跳ねるか、無理や。でもこれうるさいと思いますけどね、雲効いてるし。3七桂馬と打ち込んできても5九金、あ、跳ねるんだ。2、3、ありがたくいただきます。ではこの歩もありがたくいただいてもいいと思うんですけど、1、3、4、5、こういうめんどくさい歩、あ、ちょっと待って、8、9、ちょっと危ない、6五桂があるな。いや、しかしこの手はちょっとだったけど、この手は取ると角が出る。5、いいよ、7三角とかしたいんでしょ、どうせ。いいよいいよ。じゃあ4六桂馬とか、え、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ほら、まあ角が出てくる手に対して3七歩でいいか。2、3、4、5、6。まあもらえるものはもらっておく。
まあ、もらえるものはね、とりあえずいただくのが、でもこれ普通に3、6、金で、ダメですか、ホイールって。これこちらがさ、3なのに角が効いてるので、意外とね、耐久力がある。1、2、3、4、これ平凡に逃げたら1、2、これ取ると3、4、これ取ると恐ろしいことが起きるの6、7、8、9、10、もらえるものはもらっとくよ。基本的に私が駒得至上主義なのは、要するにですね、どういうことかっていうと、特にその5、6、あんまり深いこと考えてないからなんですよね。別に、これ、ケイマーも一回こちらから打ってもいいし。5。無理や。目先のことしか考えてないんですよ、基本的に。1、2、3。基本的にね、そんな長期的視点とかそういうのないので、無理や。その、今日、明日、あるいは今年、来年くらいのことしかね、その、脳がないっていうか。1、2、取ると3、4。あ、桂馬か。そっかそっか。王手で銀を取ってくるのか。まあでもそれでも同金で。1。だってさ、とりあえず桂馬1枚取れば、駒得じゃないですか。で、駒得して、駒得っていう利益はあるわけだから、それで、今駒得することによって、後でしっぺ返しが食らうんじゃないかとかね。そんなこと考えててもさ、しょうがないっていうか、わからないんでね、そこまで。そういう、その、深い、なんというかね、深い読みはないんだ。叩きの歩。これ、普通に2二銀とかね、ダイレクトにぶち込んじゃってもよかったかな。でも、筋悪いんですよね、そういう手って。同金。で、桂馬打ちたいね。3、4、5。1、2、まあ、これ平凡に取って取ってどう、うん、まあ取る。6、え、2、3、これは4、5、6、7、8。あ、わからん。飛車も取れるんだが、飛車取れるんだが取っていいんだろうか。3、4、5、駒得至上主義を徹底してやるよ。駒得して何が悪い、金儲けして何が悪い、美味しいもの食べて何が悪い。2、3、4、5。これは角の方もらうな。これ竜取られても金取っていいと思うので、え、それは詰まないか。これさすがに先に駒得した方が得ですよ。2、3、4、5、6、7、8、9。わからん。これ歩を取られて銀で、まあ、生産していけばいいか。5、6、7。おりゃ。なんか、たまには10秒切れ負けもいいもんですね。これ、角をさ、気持ちよくスッと出る。時にいじめられている角をスッとで、ね、使うというね。これがね、気持ちが良すぎる。うん、これももう、パーンと取ってね。もう取れるものは、うん、これもね、あ、そうか。3、4、5。どうしようかな。まあでもまあ積みでしょうね。これはさすがにね。おりゃ。あ、そっち逃げてもしかし銀打ち。で、同金ならずと。うん、これは金2枚で。記念に。あ、いや、記念に。おりゃ。厳しい、あまりに厳しい戦いだったが、よく頑張ったな。ちょっとさ、キャプチャーが途切れたような気がするんですが、まあいいや、ちょっと解析してみましょう。解析ボタンを押して、これで鬼神解析ですか。鬼神解析、あ、
精密ですよね。これですよ、これこれ。願いを叶えてやろう。はは、願いを叶えてください。お願い申し上げいたします。お、なんか音楽が、初めて聞く音楽ですね。ただいま解析中です。しばらくの間お待ちください。これさ、すぐに解析が終わらないところが、なんかすごくこう本格的な感じしますよ。なるほど、おじいさんの、忙しいおじいさんの、時間を使ってくれてるんだなって感じがしますよね。もういつもはおじいさんもさ、すぐパパってやっちゃうじゃないですか。はいはい、あ、解析ね、はいはい、はいはい、次の行ってね、はい、はいはいはいって感じで、もう右から左へと流れ作業なんですけど、この詳細、精密解析に限っては、よし、じゃあ解析してやろうじゃないか、君の将棋、解析してやろう、うん、っていうね、そんなに君が、わしの解析を聞きたいというのなら、ね、おっと、またからまた呼ぶがいい。何これ。3.46 台、そんな強いのかな？終盤力測定不能だって、終盤力なさすぎたかな？へぇー。そうか。序盤力？え、てかさ、自分自身では、序盤力と中盤力がなくて、終盤力で、終盤の悪粘りで、勝ってるっていう、そういう将棋だと思ってるんですよ。序盤なんてどうでもいいと思ってんで、だって序盤なんてさ、どう指したってさ、その素人的にはどう指したって一局の将棋でしょ？違うのかな？で、鬼神力って何なのこれ。鬼神力って何なんですか？鬼神使ってないんだけど。あと、早指し力が必要ないんだけど、これなんで終盤力測定不能なんだよ。終盤こそ解析してくれって感じだけどね。将棋のフォームができています。当たり前だろ。じっくりと考えられるのもいい。10秒で、じっくり考える手なんかないと思うんだけどな。注目の一手って何だろう、これ。え、何ですか何 ?7 五桂打ち？え ?7 五桂打ち？ああ、7五桂打ちと打てと。あ、7五桂打ちと、え、実戦は？ああ、角引いたのか。あ、そう、慌てちゃったんですよね、ちょっとね。そうそうそう。あ、7五桂打ちと打たなきゃいけなかったってことか。なるほど。こういう風に、角を引いてしまったがために、いや、この手はね、ちょっとあんまりいい手じゃないと、ないなと思ったんですよ。なんかやっぱりここが効かなくなっちゃうんで、この、せっかく優勢、小勢な将棋を、角を引くというね、ちょっと甘い手によって、ちょっと、おかしくしてしまったということなんでしょうかね。最善は7五桂打ちで、ここに打って、桂馬打って、逃げて、で、歩を打っていくと。うん、まあ確かにそうですね。確かに同金なら金ぶち込んで。あー、桂馬で耐えるのか。しかしなって、これは確かに優勢ですね。こんなとこつけてみましょう。金受けんの？はぁ、つって。確かに、おっしゃる通りと言わざるを得ないかもしれません、これは。確かにね、精密。しかし、精密なんですけど、これだけなんですか？はぁ。でもさ、でもですよ。このグラフを見ると、この、ここで、おじい様曰く、ここで角引いてしまった手が、本局一番の悪手らしいですよ。グラフ的にはね。だから、これが一番の悪手だったら随分安定してると言えるんじゃないでしょうか。だって、そこまで形勢悪くする手でもないと思うんだけどね。で、本譜見てもそんなにこれ苦しくなってるわけでもないし。あと、ここか。これが悪い手？嘘？これが悪い手なの？この27銀、83銀か。83銀が悪い手って言うんだけど、これ悪い手なんですかこれ。ちょっと。あ、いや、鬼神解析はいいやです。あ、てかこれあれか。よく見たらこれ、桂馬これ取っちゃっていいのか。よく見たら。相手信用しすぎたか。これ普通に同金ですね。よく見たら。同金か同角。まあ、同金ですよね。同金で、角が効いてるので、せっかく引いた角を使わない手はなかったですね。確かに、取れるものをね、
取れるものは取るというね、そういう心情にちょっと反してしまったかもしれません。てかさ、この精密解析なんですけど、4人将棋の精密分析とかあったら面白いんですけどね。あなたの4人将棋の棋風は、序盤力何段、終盤力何段とかね。あなたの4人将棋の、あなたの4人将棋はこんな棋風をしているとかね。なんかそういうのって面白いなと思うんですけど、4人将棋ウォーズはまだ開発されてないですからね。4人将棋に限らず、京都将棋とか動物将棋とか、あるいはチェスとか中国の将棋とか、いろんな将棋っぽいゲームを生放送で取り上げてますけれども、まあ、でも、やっぱり普通の将棋が基本であることに変わりはないんですよね。やっぱり中国の将棋とかチェスって自由度が自由じゃないので、不自由なので、日本の将棋が一番柔軟で奥が深いな、とは思うんですよね。でも、それは自分が日本人だから、日本人たるもの、日本の将棋を支持しなければいけないとかね、そういうつもりで喋ってるわけじゃなくて、チェスやシャンチーも実際に試してみた上で、それでもやっぱり日本の将棋が自由自在、自由奔放、言語道断、馬事道風というかね、言語道断な将棋もさせるし、自由自在な将棋もさせるっていう感じで、やっぱりその、そんな言語道断な戦法ありえないでしょっていう、そういう戦法の幅が、やっぱり日本の将棋は広いなって思うんですよ。で、4人将棋も、奥が深いゲームではありますけども、やっぱり戦法の幅がちょっと狭いんですよね。まあ、水島さんがいろんな戦法開発して、まあ、いろんな戦法開発されてますけど、それでもやっぱり自由度がちょっと狭いっていうところは若干あるんですよね。だから、日本人だから日本の将棋を褒めるのが当たり前ってわけじゃなくて、中国の将棋が一番面白いって思ったら、私は、いや、日本の将棋よりも中国のシャンチーの方が絶対面白いって言うし、いや、やっぱりチェスが一番面白いなっていう場合もあるだろうし、それは試してみないとわからないからですよ。あのさ、皆さん、ちょっとお聞きしたいんですけども、日本っていう国好きですか？多分この動画をご覧になっている方は、ほぼ日本人じゃないかと思いますけど、日本人の皆さん、日本好きですか？ここで、はい、僕は日本が好きですって言うと、好感度が上がるし、いや、僕は日本大嫌いです、こんな国に生まれなきゃよかった、日本大嫌いって言うと、好感度が下がるらしいですが、しかしですね、人というものは、わからないものに対して嫌悪感を示すという性質があるんですよ。例えば、田舎町とかで、田舎の限界集落とかを、よそ者が歩いてたら、あなた誰ですか？あなた誰で、なんか用ですか？とかね。地元のおじいさんおばあさんにね、話しかけられたりするんですよ。あれなんでかっていうと、もう、この限界集落はもう、かそってるから、なんていうのかな、顔見知りしかいないわけですよ。顔見知りしか、家の周り歩いてないのが普通っていう環境の中で、見知らぬ人が歩いてるっていう、その違和感がすでに恐怖なんですよ。ど田舎の人にとってはね。だから、その、わからないものっていうものを人々は避けたがる傾向がある。で、日本に生まれたからには、日本っていう国が一番知ってるわけですよ。いくらインターネットが発達しても、アメリカの生活、中国の生活、韓国の生活、ブラジルの生活って、実際に体験したことないからわからないじゃないですか。そうすると、いくらアメリカは経済大国で、アメリカンドリームがって言ったって、やっぱり、ちょっとわからないもんな。ちょっとわからないし、やっぱり日本が一番だよねってことになるわけですよ。だから、日本で生まれて、日本で育ってる限り、それは日本が一番だと思うのは当たり前だから、日本が好きですか？はい、日本が大好きですって言っても、それは何の意味もないんですよ。比較してないからね。日本しか、だからその、世界のいい国選手権、世界で最も過ごしやすい素晴らしい国、ランキングオリンピック大会とかがあった時に、日本しか出場せずに、はい、日本が金メダルって言ってるのと同じことなんですよ。他の国っていうのは体験してないから、比較対象になってないんですね。だから、本当に、
日本が好きだって言うんであれば、その世界各国の生活っていうのを実体験しなければ意味がないんですよ。例えばドラえもんの道具で、例えばその2週間だけ他の国の生活を実際に体験できる道具とかあったとしたら、いや知らないけど、例えばアメリカだったらアメリカの言葉英語をもう自由自在にペラペラと喋れる能力が2週間だけ身につくんですよ。2週間だけ英語ペラペラでアメリカの、もう元からアメリカに生まれて育ったかのような環境で2週間生活することができるんです。ね。アメリカの一般的な生活を2週間体験できる。で、2週間過ぎたら今度は例えば中国に行くんですよ。中国に行って中国語ペラペラで中国の生活を2週間体験できます。2週間ってどういうことかっていうと、その学校に教育実習の人が来て、学校の先生をね、教育実習するっていう期間と同じですよ。教育実習ってさ、2週間じゃないですか。2週間も経つとだんだん慣れてくるんですよ。だから2週間経つと、その、例えばアメリカだったらアメリカのいいところも見えてくるだろうし、悪いところもだんだん見えてきちゃうんですよ。だから、そういう感じで2週間体験するわけですよ。で、アメリカ2週間、中国2週間、韓国2週間、朝鮮民主主義人民共和国、人民共和国2週間、ブラジル2週間、フランス2週間、ドイツ2週間、ベトナム2週間、ミャンマーじゃない、インド2週間、イスラエル、2週間、カナダ2週間みたいな感じで、いろんな国をですね、2週間ずつ、もう、体験して、旅行じゃないですよ。旅行ではなくて、実際の生活っていうものを2週間だけ体験して、そこで比較して、それでも本当に日本が一番過ごしやすいと思ったら、それは日本が好きと言えるかもしれないね。でも自分は、その日本語しか喋れないし、他の国には旅行ですら行ったことがないから、日本が好きだっていう資格は自分にはないと思ってます。例えばこういうことですよ。ピーマンが嫌いな子供がいましたと。で、お母さんはその子にピーマンを食べさせたい。とにかくピーマンを食べさせたい。じゃあどうするかっていうと、ピーマンしか選択肢を与えなければいいわけですよ。だってさ、いくらピーマンが嫌いでも、ピーマンしか食べるものがなかったら、しょうがないから食べるじゃないですか。いや、ピーマン以外食べ物ないよってね。ピーマン食べなかったらもう一生ご飯抜きになっちゃうよって脅してさ。だってうちピーマンしかないよ。ほら、冷蔵庫の中、冷蔵庫ほら、バタン。あ？ピーマンしか入ってない。もうね、最近その、野菜不足というかその、食料危機で、スーパーに行っても、何にも野菜、果物売ってないんですよ。売ってないんだよ。ピーマンしか売ってないんだよ。だからしょうがないからピーマン食べてねって言われたらさ、もうしょうがないなーって言って泣きながらピーマン食べるでしょ。で、ピーマンよかった食べた食べた、じゃあピーマン好きなんだねって言ってるようなもので、それはピーマンが好きだってことにならないからね。ピーマンしか選択肢がないからしょうがなく食べてるだけで、そういうもんですよ。うん。日本人の多くは、しょうがないから日本に住んでるだけで、別に日本を特に選んで日本に来たわけじゃないから、ね。だから私は日本という国が好きでも嫌いでもありません。それと同時に自分の住んでいる地域が別に好きでも嫌いでもそんなの関係ないんですよ。例えばさ、青森県で生まれて青森県で育って今でも青森県に住んでる人が俺は青森県民だ、青森は素晴らしい、青森大好きとか言うじゃないですか。まあ基本的になんか、自分の住んでいる県とかね、自分の住んでいる市町村が好きだっていうと好感度上がるっていう法則があるんですけど、まあ、別にいいんですよ。別に青森県好きなの勝手なんだけど、あなたは青森県民っていう、そういう、なんか青森県っていうグループに属してるってことでしか自分を表現できないのか。あなたは、じゃあ分かった。あなたは青森県好きなの分かったけど、じゃああなたは、青森県にいる場合と、秋田県にいる場合で、あなたは変わっちゃうのってね。青森県から秋田県に引っ越したら、あなたは変わっちゃうんですか？あるいは東京に引っ越したら、東京都中央区銀座1丁目に引っ越したら、あなたはガラッと変わってしまうんですか？青森県にいるあなたと、東京都中央区銀座にいるあなたは別なんですか？え？自分の住んでる場所によって自分って変わっちゃうの？
そんなにふにゃふにゃとしてね、自分というものが、自分というものが確立してないの？え、そうなんですかってね。いや、他の人は知りませんが、私の場合は、自分の喋っている言葉が通じるところであれば、別に、大都会であろうと、ど田舎であろうと、過疎地であろうと、別に変わんないですよ。はっきり言って。何にもね、田舎に引っ越したら価値観変わらないですか？変わらないからね、全然。まあ、小さい頃埼玉に住んでて、で、まあ、東京に引っ越して、また茨城に来ましたけど、何にも変わってないですよ、自分自身は。東京に来てみたら価値観が、わっ、なんだ、今までの自分は何だったんだろう。東京に来て新しい自分を発見。いや、ないから、そんなの。ない。全然ありません。そうか。関東地方に閉じこもってるからなのか。そうか。北海道に引っ越せば、新たな自分が見つかる。いや、ないと思う。ないっすよ。気候が変わるだけで自分変わらないからね。まあそんなわけで、どこにいようと将棋は変わらないし、将棋動画も歩行動画、まあ歩行動画は撮影する対象が変わってくるかもしれませんけど、どこに住んでたって自分自身の歩き人チャンネルは何も変わりませんよというね、まあそういう話ですね。というわけで、次の動画でも詳細分析をしてみたいと思います。